結果発表になりますので、はい、9割目標って言ってましたけど、では、はい、世界史から発表したいと思います。これもう一回やるんですか。さあ、始まりました。もちつチャンネルです。楽しいです。お願いします。もうただのガリ弁です。ないんですね。忘れちゃいました。ただのガリ弁です。はい。やりました。いや、もう疲れて。頑張りました。長丁場でした。はい。共通テストもし受けましてですね。はい。はい、朝からやりまして、はい。11時間40分ぐらいの配信だったんですけども。はい。いや、大変でしたね。朝の9時15分に来てもらって。そうですね。9時半から試験スタートで、はい、先ほどまでやってました。いよいよ結果発表になりますので、はい、東大ね900点満点ですので、英語が換算されたりちょっとあるんで、リーディングとリスニングですね、その辺のこともあるので、なるほど、それで最終的にね110点満点にまた変換するので、そこまでの計算も全部配信しました。あ、早い、はい、どうです、まず感想、使ったのはロゼット会の、ね、なんか共通テストパック難しいって結構言われてて、うん、まあ、正直、はい、ボロボロだった、ボロボロやった気はします。最初は9割目標って言ってましたけど、言いましたね、9割って思ったよりやっぱできてなかったと、はい、どれが一番できたと思います。世界史かな。世界史、はい、一番できなかったのは普通に B。 あ、じゃあどれから聞きたいですか。この順って言ってましたよね、はい、なんかできあ、でも英語の方がここよりできた感じって言ってましたよね。そうですね。ただリスニングは、リスニングは自信ないです。自信ない。まあ一回読みのところがきつかったっていうことだったんで、はい、上からいきましょうか。上からもう世界いいものから、いいものからいきましょう。いいものから見ていきたい、はい、では、はい、世界史から発表したいと思います。世界史100点満点中77点です。聞く聞くな、もっといったと思ったんですけど、7割7分、はい、ということになりました。じゃあ、はい、次は日本史ですか。日本史でお願いします。日本史は86点です。あー、まあ、まあ、そんなに良くないですけど。いやいやですね、左側は全問正解してますね、はい、1、2、3。あー、そうですね、はい、最近古い時の時間、まあ、4、5、6でちょこちょこ落としたって感じですね。時代が新しいところがやっぱり弱い、弱かったね。じゃあ、いや、これ怖いな、もう国語いきましょう。国語、はい、国語はまず、はい、現代文評論からですよね。評論が、はい、あー50のうちの43点。あー、割といいんだ。漢字1問落としてますね、はい、漢字漢字1問と2つ選ぶうちの1個。あー、はいはい、それだけですね、この2つです。評論は割といつもできる方が、はい。じゃあ小説はどうでした。小説はあんまり自信ないっす。第2問小説は38点です。おお、まあまあまあ、そんなもんでしょっていう感じですね、正直。2問落としてますね、はい、そう、でかいんですよ、やっぱ国語って1個が。そうですね、国語は落としちゃいけない。うん、じゃあ小説1個7点1つ落としてるので、はい、7点と5点で続いて、さあ、はい、古文どうでした。正直古文全然自信ないっす。はい、やっぱ読むのが辛かった、うん、古文は50点中43点です。高っそんな全然できた気しないな。1問しか間違ってないです。あー、意外とできてんだ。意外とできてますね、はい、じゃあ逆、漢文はどうでした。じゃあ漢文も、まあ、古文よりはできたかなぐらいで自信はなかったです。いや、はい、漢文は30点です。低い、一番低いそうなんですよ、漢文が一番低かったんですよ、はい、実は。ダメだな。なんで、はい、そうすると合計は154点です。まあ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 よくはない、決してよくはないけど 77%。 まあ世界史とかと一緒ぐらいだったですね。そうですね、世界史と同じですね、77なんで。正直時間足りなくなっちゃったんで、多分適当に結構書いちゃいました。小説、小説、いや、漢文がもったいないですね。漢文今回は良くなかった。ただこれ古文が、古文が意外とこんなに合ってたっていうのがちょっと信じられないぐらいの出来の感じだったんで、運が良かった気がします。漢字なんですかね。続いて英語ですか、やっぱ。そうですね、英語からいきましょう。はい、はい、でも英語のリーディングからどうでした、はい、出来としては。いや、後半自信ないですね。後半、まあ前半は結構受けた感じと思います。英語は77点です。三度同じような三度77なんです。ラッキーなんですか。三度同じ点、数字だけ見たらちょっとラッキーですね。まあ大門6がボロボロですね。やっぱり大門6が
1、2、3、4問落としてますから、はい、前半も結構前です、ね、そうなんです。問題はやっぱ第2問の B とかで落としてるのでもったいないですね。やっぱりダメだ、時間がなかった。そうそう、遅いかったですね。やっぱもっとスピードつくんかな。じゃあリスニングの方ですね、はい、まあ、かなり後半きつかったと言ってた、はい、リスニングなんですが、リスニングは72点。まあまあそう、まあまあそんな感じだったかなっていう、うん、連なりが弱いですね。4問とか6問のこの4つ全部合ってて正解ってやつが弱い、はい、え、並べるやつ間違っちゃいました、はい、並べるやつ間違う、あれそこはできたと思ったで第5問もやっぱボロボロですね、はい、まあ1点だったんでここは、あ、ダメージが低かった。第6問 B0 点ですから、一応まあ、計算しておかないといけないので、はい、ここだけ書いておくね。77と72点で換算するとここが 107.8 ですね。 107.8 と43点、はい、ということになりますので151点、はい、はい、英語は一応東大換算で151点になると、はい、いうことですね。普通にこれを足すと149点、ほぼほぼ変わんない。7割そうですね、7割5分。いきますか、生物基礎、はい、生物基礎の点数は50点50点ですね、はい、それぞれ生物基礎、地学基礎がそれぞれ50点50点 で生物の方ができたって言ってましたっけ、なんか感覚的には、はい、生物の方が良かったと言っていたんですが、生物基礎は30点です、はいはい、まあでも6割そんな感じかな。ちょっと詰めてなかったんで基礎系は、まあ、全部なっちゃいますけど、そしたらで地学は、地学基礎は33点です。あー、地学の方が、地学の方ができてました。いいけど、まあまあ良くないですね。そうですね。さあ、鬼門の数学でございます。はい、数 1A ですね。100点満点中58点です。くー、 1A でも58、そう、ね、58、6割に達しなかったひどいな。 2B は、はい、それよりも下回ります。2B は46点です。はい。5割ぐらいだ。という感じになりましたね。これ、足していきましょう。英語は151点に換算するので、はい、それで計算になりますので、だそれぞれが77、86、154、151、で、30、33、58、46を足します。そうすると、合計すると635点ですね。低いな900点中635点低いですよね。これ普通東大の人たちどれぐらい取るんでしたっけ。800とか、そうですね、800いくつっていうの入ったらそういう会話がなされますので、はい、センター試験800いくつだったって始まるので、本当にみんな800から始まるんですよ。8から必ず会話が始まってました。いつもあの語学者のとこ見るとたまに500点とかで受かってる人いますよね。そんなやつもいるんですね。で時々700何十っていうのが出てきたりとか、800前半の人とかもって言われたりしてましたね。僕は東大院からなんで、はい、その会話に参加するとしたらそういうのができない、はい、で110点満点に変換する、つまりまあ7割ですね、はい、に言うと635なんで7割になるんですが、110点満点中 77.61、 まあ2次です、まあまあ、ね、相当低いですよこれは。東大、まあ、仮に足切り通ったとしても、はい、めちゃくちゃ低い方の、あれ去年本番僕720点ぐらい、720もいってないかもしれない。700点台だったわけですね、はい、ということはそこに達しなかった。そうです。あとまあ1ヶ月ないですけど、そうですね、まあ、もう詰め込みます。やるしかないですね、はい、これもう一回やるんですか。いや、わかんないっすわかんないっすみんなやってくれって その直前でやってまた低かったら本当にそうへこんじゃうんで、まあ数学ですね多分、うん、怖いの。他のは多分上げられると、上げられる気はします。でも Z 界の方が難しいって言ってましたかね、はい、寸大とかの方が優しいですよって言ってるから、そこは信じたいですね、はい、この結果となってしまってからにはもう一回やって寸大でちゃんとリベンジするっていう、まあそれもちょっと考えます。ちょっと今はまだちょっとショックだからそこまでショックで言えない。まあみんなねコメント欄に、はい、多分母さん頑張ってもう一回やってっていうのは、いやこれ低いよ、低いよ、来ると思いますけどコメントね、多分じゃあまあやってほしいっていう方はぜひコメントください、はい、そしたら母さんはまた立ち上がるかもしれませんので、まあでもとにかく上げなきゃいけないんで、はい、
だって1月2日とかやりたくないですよね。やりたくない、やりたくないっていうかまあやってもいいですけど正月初っ端、はい、元旦で元旦たわし元旦ちょっと考えさせてください結構難しいなそれ。上げてないといけないですからね、そこまでに。ちょっと今のところ本当に前向きな気持ちはないんで。前向きな気持ちはないんで使い方おかしいちょっと実力をまずつけ上げて、はい、みんなやってって言うと思いますよ。そうですね、その気持ちは本当に受け取って、はい、ありがとうございます。年末までに決めましょう、やるかはね。わかりました。これからやっぱ2時じゃなくてこっちで。そうですね、この結果なんでやっぱりちょっと共通試験やんないとまずいです、うん。まあ、2時もちょっと余裕があればやりますけど、はい、とりあえず共通試験を爆上げしないときついです、はい、ということで共通テストの勉強を続けていくということでした。はい、はい、ぜひぜひ応援してください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。